動画の続きいきますよ。前回使ってるプリント、プリントっていうか PDF でお配りしてると思いますが、それの、5枚目6枚目を、用意してください。一旦動画止めてですね、用意してもらったらいいと思いますけど、用意できましたかね。これ見ていきますが、音節の始めの L と R の比較というふうなとこですね。そしてエクササイズ5が、あります。これをちょっと見ていきたいと思いますが、次の英語は L と R を言い間違えると別の単語になってしまうと。 L と R の発音の違いに注意しながら、練習してみようと。ってますね。見るとレイク、レイク、レイン、レインとなってますから、 L と R のところだけ発音が違うんですね。なので、そこをちゃんと区別できないところもあると。最初のところでレイクと L を使うと湖で、レイクと R を使うと熊でというふうな意味になるんですね。だから皆さんがですね、アメリカに旅行すると、バックパックを背負ってですね、アメリカの田舎町に一人か二人で旅行してるとするじゃないですか。そして道端歩いてたおじさんにですね、 Where? どこですか？ Lake? Where Lake? Where Lake? ってこう聞いたとしますね。その時にこの L と R の発音をちゃんとしないと、このその道端のおじさんがです、ああこの人湖に行きたいんだなとかね、ああこの人ちょっと金物屋でですね、熊手が欲しいんだなとかって判断できないわけですよね。なんかバックパック着てですね、なんかちょっとボロボロの服を着て一人旅をしてるとですね、ああこの人ちょっと今から農場に働きに行くんやなと、そんならちょっと金物屋に連れてこうかなと思われる可能性だったじゃないですか。せっかく湖を見に行こうと思ったら金物屋に連れてかれたら叶いませんわね。だからそういう変なことなのを避けるために、L と R をですねきっちり区別できるようにしてくださいと、いうふうなことなんだろうかなと思いますよ。じゃあこの、エクササイズの音源を聞いてください。エクササイズ5 Lake RakeLane, rain, link, rink, lock, rock, long, wrong, low, row, lip, rip, lap, rap.一回しか流しませんけど、動画で何回も復習はできますよね。気の済むまでやってみてください。あと、ちょっと長めに発音したいですね。うーレイク、うーレイク、うーレイク、うーレイクとかね。うーレイン、うーレイン、Rain, rain みたいにね、やったらですね、ちょっと不自然ですけど、いいと思いますよ。で、相手に伝えたいときには、lake って言ったら、湖かな、lake ってやったらですね、熊手かな、みたいなね、強調すればですよ、伝わる可能性も高いですからね、そういうふうに、長く伸ばすっていう練習もいいかもしれません。その次はですね、いつもだと黒く塗りつぶされちゃってますけど、これクイズ3ってやつですね。練習問題3ということです。どういうもんかというと、エクササイズ5の単語を順不同に言うので、L で始まるか R で始まるか判断し、当てはまる方にチェックをつけろと、いうやつですね。先週やったのと同じです。だから、とりあえず皆さんは、ノートに、何だったかな、16本縦線を引いて、横線1本引いて、マス目を作ってください。ほんで、今から音を出すので、チェックを入れてほしいと。そういうようなことになります。では、いきますよ。
Quiz 3 Lake Rake Lane Rain Rink Link Lock Rock Wrong Long Row Low Lip Rip Rap わかりましたかね。もう2週間にわたってですね、 L と R の区別ということをまあやってきてるんで、そろそろ分かってほしいなとまあ思いますけど、ちょっと難しいのかなとも思いますね。ちょっと見てみますよ、最初のとこね。 Exercise 5。 あ、こっちやわ、こっちや、すみません。 Quiz 3 Lake Rake Lane。 Lake Rake Lane って言ってましたね。だから Lake ですから、最初は R の湖の方なんですね。その次は Rake ってやってるから熊手の R なんですよ。そして Lane って、これはまあ車線って訳すんですかね、車線の方ですね。これ難しいですよね。なんで難しいのかというとですね、実はですね、これは発音の仕方に私はこれ問題あると思うんですよ。これなんでかというとですよ、あの湖と熊手をですね、Lake Rake、 もう一回ね、湖行くまで繰り返しますよ。 Lake Rake Lake Rake Lake Rake で発音する人います？ということなんですね。これこの人は、この音源の人はやってますけど、おかしいんですよ。まあなぜかというとですね、湖でしょう。湖ってどんなもんですか、皆さん。湖って見たことありますよね。湖っていうのは、例えばこの、まあ、一番綺麗な湖ですと、山の中をですね、こう車でこう足してきて、ぐーって山道ですから、くねくねして、酔いそうみたいなところでですね、湖のところに出るわけですよ。この山の間の谷間にですね、湖がパーッと広がってると、そうすると今までこの山の間のですね、見通しの悪いですね、このなんかこう暗い山道を走ってきたら、目の前にパーッと綺麗な湖が開けるでしょ。その時皆さんどう感じます？スーッと、そうじゃないですか、風がスーッと通り抜けてですね、そして青い水がさーっと、そして青空がパーッと開けると、その時の湖ですよ。その湖をですね、湖って言う人います？あ、湖だじゃなくて、あー湖だって日本人なら自然になりますよね。湖だって言う人いませんよね。だから湖なんですから、英語で発音するときだってスーッとするように発音しなくちゃいけないわけですよ。レイクってね、レイクってこう発音しなくちゃいけないわけ。ところがですね、この熊手の方ですよ。熊手の方はどう発音します？熊手でね、スーッと発音する人いますよね。熊手っちゃなんだってことですけど、あの熊手っていうと、日本で熊手っていうと、あのホームセンターに売ってるあの竹でできたあの落ち葉をかき集めるやつですね。ザーッザーッザーッとね、まあ、あれは日本独特の熊手でありましてですね、まあ、イギリスやなんでやアメリカに行けばやっぱし農業の道具ですけど、あれはその牧場であの牛とか馬とか羊とかにあるその干し草をかき集めて、食わすための道具ですよね。だからあの優雅にですね、お坊さんがですね、あの境内 の, あの落ち葉をかき集めてる、さっさっさじゃなくてですね、牛や馬に干し草いっぱいやらなあかんわけですから、ザーッザーッザーってやって使う、まあ、竹でできてる杖よりは金属製のやつなんですよ。その、まあ、場合によってですね、それガーってやったらですね、人も殺せるくらいの強力な道具なんですね。その強力な道具を熊手って言うんですよ。まあ、こっちの方が熊手な感じでしょ。熊の手ですからね、人をバーンと人殴りしたら、人の頭が吹っ飛んでいくぐらいね、
力あるんでしょ、クマっつったらね、カーってね、そのクマでを英語ではレイクっていうわけ。だからさっき説明したように、L は滑らかな優しい発音であって、R の方は力こぶが入ってるってことなんです。だから、rake なんですよ。rake。だから、普通に感じながらですよ。意味を感じながら、あるいは状況を思い浮かべながら、あるいはそれまでの、湖に触れた時の実体験、湖に、接してですね、スーッとしたと。あるいは、まあ、アメリカの熊手触ったことある人あんまりしないでしょうけど、まあいるとしてですね、あの熊手で子供の頃 おじいちゃん手伝って羊に干し草やったみたいな人が、まあ、いるとすればですね、その時の実体験を思い浮かべて熊手とレイクとこう発音しないとこうダメなんですね。だからこのですよ、この教材の音源のようにレイクレイクとやるのは実はすごく不自然なんですね。つまりこの音源はですね、音声学的に、つまり音として正しい発音をしてくれているだけで、なんていうのかな、人間としての発音をしてないんですよ、ね、ここでまあ最初に今言ったじゃないですか、この教材は安っぽくておもろいって、なんでおもろいのかというと、実はですね、この発音をしているのは日本人の音声学の先生なんですね。日本人の音声学の先生がですね、こういうところで自分の、発音を吹き込んでですね、発売するっていうのはね、極めて珍しいことなんですよね。普通はですね、ネイティブの人に、まあ、発音してもらって、それをこう、録音するんですね。まあ、なんかね、ネイティブの人たちはやっぱりね、普通に発音しても気持ちこもりますよ。私もまあなんかいろいろ道楽でですね、いろんな言葉の勉強するんですけど、つい最近ですけど、なんかフランスに行こうかなと思ってですね、フランス語の会話の本へ勉強してたんですよ。つい最近つっても、もうちょっと時間経ってますけどね、まあ、2年ぐらい前ですか。ちょっとでその時にやっぱりネイティブのフランス人の女の人がこう言ってるわけで、まあフランス語をちょっと発音するのが恥ずかしいんでやめますけど、そこの例文でね、あそこにスペイン人とイタリア人の女性がいますっていう例文があったんですよ。でもう一つね、あちらに日本人と中国人の女性がいますっていう、例文があったんですよ。その時にね、そのフランス人の女性が発音したあそこにスペイン人とイタリア人っていう時の発音と、日本人と中国人って発音する時の発音の仕方が全然違ったの。スペイン人とイタリア人の時はなんか嬉しそうに発音したのね。ところがですね、中国人、日本人っていう時にはね、なんかすごく嫌そうに発音したんですよ。この人なんか日本に来て日本の教材発音してるくせに、を読んでですね、金儲けしてるくせに中国人日本人の発音をこんなに嫌そうにしやがってと、まあ、そんな風にまあ思いましたけど、まあ日本に来てですね、まあフランスの女性がですね、日本人とか、まあ、東洋人ですね、まあもう男性にいろいろ言い寄られたりとかね、まあ嫌な思いしたんじゃないですかね。まあそんな風な、まあ、嫌な思いがですね、その発音の中にですねこう持ってて、まあ面白かったですね。まあ、ちょっと大げさに言えば人種差別か東洋人差別してるのかけしからんとか、まあ、言ってもまあしょうがないですよね。まあ、その人のそれまでの人生経験をもとにですね、あの人は中国人ですよ、あの人は日本人ですよって言ったらなんかちょっと嫌そうな感じが出ちゃって、あの人はイタリア人です、スペイン人ですって言ったらなんか嬉しそうに発言してるんですね。まあそれがネイティブさんなんですよ。ネイティブさんっていうのは自分の言葉に自分の感情、もうちょっと大きくと自分の人生がこもってるんですよね。だから自分の人生がこもってるから、聞いてる方もその人の人生を感じながら聞き取れるわけです。だからなんかね、なんていうのかな、勉強だけした頭だけの言葉とですね、その人生がこもってる言葉をまあ聞くとですね、それは当然ですね、人生がこもってる言葉の方が聞いてて安心するしですね、まあその人のことをまあ大切にできるでしょ、まあ、尊敬できますよね。だからまあ我々も英語を喋るときにですね、自分の人生をこもったですね発音の仕方をしなくちゃいけない
というわけでこの教材を吹き込んだ英語の音声学の先生は、まあ、日本人なんですよね。だから音声学という学問はしっかり勉強なさったのかもしれないですけど、その発音の中に人生がこもってない。だから Lake Rake ってやっちゃうということになりますよ。で Lake Rake とやられちゃったらですね、聞いてる側はですね、人生を感じられないわけ。湖熊でじゃなくて湖熊でとやられるとですね、なんかもうほとんど聞き取れないというふうなことです。だからさっき あのクイズの3がですね、聞き取りづらいのは、あの音声学的な問題よりも音的な問題よりも、その発音にですね、そのものそのものが表現されてないから聞きづらいんじゃないかなと、まあそんなふうに思いますね。だからこれはまあいわば悪い例なんです。でさっきのこのエクササイズの5というところをちょっと考えてみますよ。あの縦の列にですね、レイク、レイン、リンク、ラック、ロング、ロー、リップ、ラップとですね、 L が L の系列になってるじゃないですか。で右側がレイク、レイン、以下以下、ダンダンダンという形でですね、あの R の系列になってるでしょ。で左側は湖、斜線、連結、上、長い、低い、唇、膝じゃないですか。で右側が熊で、雨、スケート場、岩、誤り、船を漕ぐ、切り裂く、包むになってるでしょ。これのグループね、 L のグループと R のグループのこのグループの意味の違いをまず感じてください。でこれもうお分かりになると思いますが、 L っていうのはさっきから言ったように滑らかな感じに発音するものなんですよ。左側のものって全部滑らかですよね。で、R っていうのは力こぶを入れてこれグイッとやった感じを表現すると。そうすると右側のものはなんか力強いものとして英語として表現されてると、こう考えたらいいんじゃないですか。さっきも言いましたが、湖っていうのはあの川が流れてくるでしょ。川のことは R で書くでしょ。River ってね、だから川の流れは激しいんですよ。R ですかね。River って来て、そして窪地に水が溜まるでしょ。そうすると Lake となるわけ。だから River の方は R だから力強くって、湖の方は Lake とこう優しく滑らか。でまあさっきも言いましたが、 Rake は熊手なんですね。バサッと干し草を移動させる道具、これも力強い感じでしょ。でこのその次はレインとレインなんです。斜線と雨で、雨って力強くないじゃんってこうそんな風に思うかもしれないですけど、ああ雨だぞっていう時の雨ですよ。ああ雨降ってますね、ああ風流でいいですねっていう風なのんきな雨じゃなくて、うわあ雨だっていう時ですよ。うわあ雨だっていう時は土砂降りでしょ普通土砂降りじゃないとああ雨だならないじゃないですか。そうするとこの雨だっていう時の雨はあの優しい雨じゃなくて激しい雨なんだろうなっていうことですよ。そうするとレーンと R を使うのかなと。で斜線っていうのはレインですけど、斜線っていうのは力こぶ入れたら困るでしょ。斜線っていうのはスーッとこう車の走るあのコースのことですね。だからレインと滑らかに走ると。でその次がリンクとリンクですが、リンクの方は連結、あつまりあのこのホームページでここを押すとリンクがたどれますよって、その時にリンクじゃ困りますよねすぐスッとつながる方がいいじゃないですか。だからリンクと滑らかである。でスケート場をリンクと言うんです。まあ、スケート場はツルツルで滑らかじゃないからってまあそんな風にも思いますけども、この場合はスケートの運動をするところという風な意味なんですよね。だからグイ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 ってやるところだから、ウィンクウィンクウィンクってまあそんな風にまあ考えたらまあいいのかもしれません。そして錠のことはラックって言うんですね。錠っていうのは鍵じゃないですよ。鍵っていうのは英語で言うと K-E-Y と書いてキーって言いますね。あれはキーってやつですね。キー、そして鍵を回すとあの扉からなんか棒が出てきてスポンとはまるじゃないですか。
そのスポンとはまるやつをラックっていうわけです。スコンとはまるやつね。このスコンとはまるやつがですね、ガチャガチャっとなんか引っかかったら困りますね。だから滑らかな感じ。ラックとね、ラック。ロックをかけるってやつ。ラック。まあ、そして、岩のことをラックって言うんですよ。まあ、岩はなんかゴロンゴロンとなんか怖いですよ。転がってきたらね。だから、ラックって、まあ、いうふうに言うというのはわかりますね。で、長い。長いっていうのは、ロングって言うんですね。これ長くなるものっていうのはなんか、ビヨーンと引き伸ばすんだから、こう、滑らかじゃないですか。まあ、なんかちょっと説明があれですけど、あんまりギザギザの長いやつはないですよね。滑らかなやつが長いじゃないですか。だから、long。そして、間違ってるっていうのは、wrong って言うんですよ。間違ってるってどういうことかなっていうことですけど、さっき正しいっていうのは、right って言って言いましたでしょ。なんかこう、昔を思い浮かべて、なんかこういう現代社会、正しい間違いって言うと、なんかテストの丸×みたいな感じがしますけど、そういったなんかその抽象的な世界じゃなくて、この生活感を伴って、正しい間違いとこう考えてみるとですね、例えばですね、ここがみかん農家だとするじゃないですか。で、みかんをこう選別すると、で、正しいみかんと間違ったみかんってありますね。正しいみかんと間違ったみかんがあるのかってことですけど、あるじゃないですか。つまり売れるみかん、あるいは食べられるみかん、美味しいみかんが正しいみかんでしょ。みかんとして正しいでしょ。それに対して虫食ってる、腐ってる、ちっこくて酸っぱくて売れないと、そういうのはみかん農家としてはそれは間違ったみかんですよね。間違ったみかん、間違ったみかんはどうします？捨てるじゃないですか。だからあっちにゴミ箱があるってでしょ。あ、これ間違ってる、間違ってる。あ、こっちは正しい、正しいやつはこっちの箱に入れて、いらないやつはボーンとしてるわけですよ。だから正しいやつは right, right、 いらないやつは wrong, 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 wrong。 だからこのボーンと放り捨てて、いらないぞっていう感じが、まあ、間違ってるっていう感じなんじゃないですかね。そうすると wrong っていうのがこう分かるでしょ。 wrong っていう感じのがね、あの wrong の最初のところに w があるでしょ。この w もあの無音の文字ですよね。さっき言いましたね、無音の文字ってのはこう気合を入れる、だから wrong とこのいらんぞっつってこう気合を入れるみたいなね、まあそういうふうな感じが、まあ、あるかもしれません。そして低いっていうのは low って言うんですね。まあ、だからダラーンとしてる感じ、 L の感じですね。滑らかに滑り落ちるような感じ、 Low って言うんです。それに対して、列を作る、あるいは船を漕ぐっていうのは Row って言うんです。 Row って列って何かっていうことなんですが、 Line っていうのは、まあ、これも線でしょ、列ですよね。で、こっちもロー、こっちも列なんです。これどう違うのかというと、人がなんていうのかな、行儀よくずーっと並んでるのはラインなんですね。ライン、それに対して例えば、まあ、何かが欲しいって言って人がどーっと押し寄せてるので、行列を作ってるのをローっていうわけですよ。そうしますと、行儀いい方は L なんです。line。それに対して押し寄せる方は row というんですね。だから人が押し寄せて行列になっているのは row と言ってて、まあ、もう一つ船を漕ぐっていう意味もありますけど、まあ、グイッグイッとやることですよね。だから row、row、row って力が入るじゃないですか。で、その次は唇ですか。唇は滑らかですよね。leap。Rip。 それに対して切り裂くっていうのは Rip っていうんです。 Rip、 Rip、 力が入りますね。で、膝のことは Lap。 膝っていうのは日本語ではどこのことですか。膝って今ちょっと皆さん動画の向こうですか、触ってみてくださいよ。で、触ってみてですね、こう触ってみて、この足の曲がってるところに当てた人はこの膝じゃないんですよ。この膝は、これもさっき前の動画でやったと思いますが、膝のことはニーって言うんですよ。これね、ニー。このニーっていうのはグッとやる、なんか蹴ったり膝蹴りしたりですね、あれ地面に膝をついたりするニー、力の入るところニーって言うんです。それに対してこのラップっていうのは
赤ちゃんを膝に抱っこするっていう時の膝なんですね。皆さん、赤ちゃんを膝に抱っこする、膝に乗せる時に膝頭、つまりこの足の曲がっている膝の関節の硬いところに赤ちゃん乗せます。そしたら硬いじゃないですか。赤ちゃん硬くてうんやってなりますよね。そうじゃなくて、赤ちゃんを乗せる時には膝とその膝頭とその腰の関節のちょうど中間のこの肉のあるところ、もものところに赤ちゃん乗せるでしょ。そうするとここは柔らかいから赤ちゃんは安心してここに乗っかっててくれるわけです。膝頭に乗せたらですね、硬くてうんぎゃーですけど、こっちのもものところに乗せたら、赤ちゃんはリラックスして泣かないでいてくれますよね。だからそれを赤ちゃんを膝に乗せるというふうな言葉で表現するわけですね。その場合の膝はワープって言うんですよ。だからこの、ももの上のこの柔らかい部分をラープって言うんですね。で、まあそこは滑らかじゃないですか。だからラープって言うんです。ラープ。で、もう一つ最後にラップっていうのがありますね。これはラッピングをするっていう時のラップなんです。ものを包むってわけね。だから包むわけですから、こうぐるんとやるからちょっと力がこもるんですかね。ラップとね、ラップとね。だから包むというふうにまあ言います。そういうわけなので、L の系列は全部優しく発音してください。そして R の系列は全部力こぶを体のどっかにね、作ってですね、発音するということです。Lake, rake, lane, rain, link, rink, luck, rock. そして long, wrong, low, roll. lip, rip.ラップ、ラップと、まあそういうふうなことになろうかと思います。まあそういうふうなその気持ちを込めて発音できるようになったならばですね、いろんな問題解決しますね。だからさっきのですね、田舎町を歩いてですね、アメリカの田舎町を歩いてて Where? Rake って言ったらですね、Where? Lake! 発音が日本語ですけど、Lake! って言ったらですね、その道を聞かれたおじさんはですね、ああ、Lake! って言ってんだから、熊手だなってすぐわかるでしょ。Where? Lake! って変な発音ですけど、Lake! って言ったらですね、あ、これはなんか優しく発音してるんだから、湖だなって、きっとわかってくれますよ。だから、舌をうってやるとかうってやるとかっていう音声学的な問題よりも気持ちの方が大事ですよね、おそらくね。気持ちの方がまあ、あとジェスチャーつけたらいいじゃないですか。レイクレイクってやってですね、レイクレイクってやったらですね、通じますよね。だからまあ小手先のですね、発音が正しい正しくないというよりもですね、やっぱり気持ちを込めてですね、英語を使えるようになったらですね、まあ英語はきっと上手になるっていうか、使える英語になるんじゃないかなと、まあ通じる英語になるんじゃないかなと、まあそんな風に思います。そしてその次のエクササイズの6というのをちょっと今度検討 してみますね。次の英文は L と R が異なる2つの単語が入っていると、まあ、これの、区別に注意しながら発音の練習をしましょうと、まあ、言ってるんですね。 Exercise 6 Turn on the light before you turn right. Turn on the light before you turn right って言ってるんですね。 Turn on っていうのは turn が回すっていうことでしょ。 on っていうのは接触させるっていうことですね。回して接触させるってんで、電線をくっつけるって意味ですけど、まあスイッチを入れるって意味ですね。 Turn on、 スイッチをつけろと。 The light、 光のと。 Before you turn right、 Before は前ってことですね。 You turn right、 あなたが曲がる右にっていうね、右に曲がる前に、まあ右に入ったくらいですかね、道路がね、右に曲がる前にライトを点灯させなさいというふうに言ってるということです。
で、右の right っていうのが R だっていうのはまあ分かったと思いますが、この光っていう L を使う light、L を使う light っていうのは L なんですね。これわかりますね。光って滑らかじゃないですか。light とこう入ってくるわけです。そしてここの無音の GH が入ってますね。だから光っていうのは滑らかだけど強いじゃないですか。だから light とか入ってくるっていうことですね。light。そしてこれもう一つ、light っていうのは軽いというふうな意味もありますよね。light、軽いっていうのね。軽いっていうのもまあ、さっきの left っていうのは左手、左ってことですね。例えば、リフト、リフトって言ったら、リフト、ウェイトリフティングって言うじゃないですか。重いやつを持ち上げるってことで、リフトって言うと、持ち上げるっていうふうな意味ですね。リフトってね、持ち上げるっていうことです。だから、リフト、レフトってやるわけですけど、この軽いっていうのが、ライツとまあいうのは、わかりますかね。つまり、例えばですね、なんか、物を用意してきませんでしたけど、例えばこのキャップ、このマーカーのキャップ、これは重いか軽いかって話ですよ。これもちろん私にとっては軽いですけど、アリさんにとっては重いでしょうね。これはアリさんにとっては重いでしょ。アリさんの体の何十倍か何百倍かあるじゃないですか。だからアリさんはこれ重くて運べないと。だから物が重い軽いっていうのは、誰かにとって重いか軽いかなんですよね。例えば教室の机なんていうのはですね、私はちょっと重くて腰痛めそうで持ち上げたくないですけど、なんていうの、プロレスをやってるようなでっかいごっつい人、アメフトをやってる人だったら片手でひょいと持ち上げるかもしれないじゃないですか。そういう人たちにとっては教室の、教室の前にある教卓の、机なんていうのはですね、あれ軽いですね。そういう人たちにとってはね。だから軽いっていうのは別の言い方をすると、ひょいと持ち上げられるというふうな意味ですね。だからこれは私にとってはひょいと持ち上げられるけど、アリさんにとっては持ち上げられない。教卓のテーブルは、机は、私はひょいと持ち上げられないけど、プロレスラーにとってはひょいと持ち上げられると。だから、軽いっていうのをひょいと持ち上げられるというふうな意味だと考えると、これの意味がわかるでしょ。light。あ、ひょいと持ち上げられるわ。light。だから、グッという力が、こもるからここに GH が入ってるんですね。で、L は滑らか。Light。軽いはひょいと持ち上げられると。まあ、そんな風に考えたらいいんじゃないですかね。さっきのやつに戻ると、Turn on the light。スイッチを入れろ、右にと。Before you turn the right。Right。右に曲がる前にと言ってるんです。だからこの、light っていう言葉と right っていう言葉を間違えると通じないよと言ってるんですね。Robbie told me to wait in the lobby. Robbie told me to wait in the lobby と言ってるんです。こっちの最初の R の方は Robbie さんという、人の名前なんですね。そして L の方の Robbie っていうのは、これはホテルのロビーとかっていうじゃないですか。広間というふうな意味ですね。広い場所ということです。これわかりますね。人の名前で、ラビーさんっていうのを L で、ラビーさんって言ったらですね、ラビーって言ったらたくましい感じがするのに、ラビーさんって言ったらなんかだらけた感じがするでしょ。だから、君はラビーじゃなくて、ラビーと呼んでほしいね。ラビーと L で呼ばれたらですね、なんか嫌だなぁと。まあ、おそらく思われるでしょうね。それに対してホテルのロビーのことをラビーって言ったですね、なんかいろんなものがゴロゴロ転がってるような、なんか邪魔くさいイメージですね。そうじゃなくて、滑らかに床がパーッと広がってる、広々として気持ちのいい場所をラビーと、そんな風に言うと。だから広々感を出すために L を使う、で力強い感じを出すために R を使ってラビーという、そんな風に思ったらいいかもしれません。次、Heavy loaded trucks are not allowed to use this road. Heavy loaded trucks are not allowed to use this road. ですね。Heavy、重く、load って荷物を乗せるって言うんですね。の荷物を乗せられた trucks、トラック、荷物を乗せるトラックですね。トラックは、
not allowed、allowed というのは許すという意味ですね。 are not allowed 許されていない to use this road この道を使うことをと、まあ、言ってるんですけど、これは分かります？荷物を乗せるっていうのは load という左L で言ってですね、道路のことを road と R って言うんですって。これなんか変やなと。荷物を乗せるのは力がいるでしょ、だから road とやった方がいいじゃないですか。道路は滑らかな方がいいじゃないですか。 road とな、ていうの L で言った方がいいと、まあそんな風にも考えられますけど、だけどまあ英語でこんな風に言ってるんですよ。で英語っていうのはこうなんていうの何百年もの歴史があるわけですよ。だからまあ私たちがですね今ちょこちょこっとですね、ここの場合は L と R 逆にした方がいいんちゃうけみたいなね、そういう風なまあ考え、まあ浅はかな考え、まあ思いつきの考えでケジつけんじゃなくて、まあなんでかなとこう考えるっていうのが、まあ、なんていうの誠実な勉強方法でしょうね。でまあ思うにですね、荷物を乗せるってことでしょ。荷物を乗せるときにブワーンと力強くやったらダメじゃないですか。大切な荷物なんですから優しく乗せるわけですよ。だから、ね、ローズと優しく乗せる、まあ、それがその荷物を扱う心がけでしょ。で道路に行ってですね、道路に行ってトロドローっと走っとったらですね、あの運転手としてはダメじゃないですか。グイグイと走ってですね、早く荷物をあのなんていうの配達するのが、いい運転手さんでしょ。だから荷物には優しく、道路では早くというふうに考えると、それが、良い運転手さんじゃないですか。荷物は乱暴に、道路ではトロトロって言ったらそれは悪い運転手でしょ。だから良い運転手になるためには、荷物に対しては L で優しく、道路に入ったら R で力強くエネルギッシュに運転をするということでしょうね。だから heavy loaded truck are not allowed to use this road とね、まあそんな風な、まあ、感じで発音したらいいということです。